霊魂再生術を習ってた時は半信半疑だったけど、今は違う。マジに信じてるぜ。ただ問題がある。もう不死身だと思ってたが、昨夜撃たれてな。そりゃ痛かったぜ。まったくもう血まで出やがって。アンディ寄せ頼むよ。僕たちずっと友達だろう。いや、僕チャッキー。僕と遊ぶかい。すいません、アンディ・バークレーを呼んでいただけませんか。おじのチャールズなんですけど。アンディ、頼むから出してくれよ。暗くて嫌だ。もう誰も殺さないって約束するからさ。頼むよ。狙い早くあげられ。あげると言ってたらあかんねえのか。早くしねえと俺は人形から抜け出せなくなるんだ。何を見てやがる。チャッキーだよ。これ読めねえのか。アンディの野郎に届けろって言われただろうが。他人の郵便物に手をつけたりすると罪になるんだぞ。ったく、俺が死んでる間にミュージックシーンも地に落ちたな。アンディ・バークレー、まったく驚いたぜ。アデーボーク・デンペラー、我に力を与えたまえ。俺は獲物が死ぬ時の顔が好きだ。最後の瞬間にそれが現実なんだと気づいた時のあの表情だよ。数年前に見つけたブードゥーフォーダミー .com ってサイトのしびれる呪文で全てが変わった。こんな興奮初めてだよ。お前ほんの2分ぐらいしか生きてねえだろ。チャッキーが来たよ。やあ、僕チャッキー、ずっと君の友達だ。今から姉貴殺しに行くけど来るか。お前一体誰だ。顔を見せるのが嫌で隠れてんのさ。この不細工な血筋が悪い方に進化した感じで。恨むなら親を恨めてんだ。どんな顔してんだろうな。そうだろ。この場合なんて言えばいいんだ。クソくらえ。またな。